春はアメリカ海軍の駆逐艦。ベインブリッジ旧駆逐艦の7番艦。艦名はアイザック・ハル大将にちなむ。春は1899年2月22日にデラウェア州ウィルミントンのハーリンホーリングワース社で寄港する。1902年6月21日にメーベル・ハルによって浸水し、1903年5月20日に艦長、 ss ロビンソン大意の指揮下収益した。収益後2年間、春はニューポート沖及びチェサピーク湾で偵察と訓練に従事した。1905年の1月から4月までカリブ海で巡航した後、ペンシルベニア州のリーグ島に帰還し、9月30日に予備役となる。春は1906年11月14日にフィラデルフィアで再収益し、艦隊と共に、 キューバ水域で冬季演習に参加した。ニューポート沖での作戦活動後、1907年10月にノーフォークに帰還し、グレートホワイトフリートの世界巡航参加のための準備を行う。春は護衛艦として12月2日に出航し、南米及び中央アメリカの多くの港に停泊、戦艦部隊と共に南米を就航し、1907年4月28日に、 サンディエゴに到着した。春は西海岸で艦隊から分離し、艦隊は世界巡航を継続した。その後は1908年8月24日までサンフランシスコ近辺に泊まり、続いて南太平洋に向かう。春はハワイ海域及びサモア海域で様々な訓練に参加し、11月にサンディエゴに帰還した。第一次世界大戦前。 春はカリブ海での偵察と訓練演習に従事し、1912年10月30日に退役メアアイランドの予備役水雷戦隊入りし、その後は時折カリフォルニア州の港に訓練巡航を行った。1917年4月にアメリカ合衆国が参戦すると、春はメアアイランド海軍造船所で最終駅し、4月25日に他の駆逐艦と共に、 パナマ運河地帯へ向かう。その後3ヶ月間を同地域の偵察に従事し、7月26日にノーホークに向けて出港、東海岸での偵察及び護衛任務に従事した。続く数ヶ月間、春はバミューラへ向かう船団を護衛し、艦隊の他の艦とともに演習を行った。1918年6月に、 ドイツ潜水艦 U-151 によって沈められた商船の乗組員を救助した。ハルは戦争の終了までこの重要な巡航任務を継続した。ハルは1919 19年1月29日にフィラデルフィアに到着し7月7日に退役した。その後1921年1月5日にフィラデルフィアのジョセフジー・ヒトナーに売却された。ありがとうございます。